皆さんこんにちは。今回はことわざクイズです。括弧の中に入る言葉を答えてください。各問題の制限時間は20秒です。ことわざの意味も考えてくださいね。それでは早速始めましょう。1問目です。括弧に当てはまる言葉は何でしょうか。終了です。答え合わせです。正解は穴でした。穴があったら入りたいですね。これはよく耳にしたことのあることわざですね。この意味は穴があったら入って身を隠したいほど恥ずかしくてたまらない様子のことです。何か失敗をして恥をかいてしまった時、よくこの言葉を使いますね。2問目です。括弧に当てはまる言葉は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はすべてでした。終わりよければすべてよしということわざです。これもよく聞きませんか。このことわざの意味は、物事は最終の結末が最も大事であり、途中の過程は問題にならないということです。多少のミスがあったとしても、結果が良ければ高く評価されることがありますね。結果的にうまく締めくくることができればほっと一安心ですよね。3問目です。括弧に当てはまる言葉は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は汁でした。甘い汁を吸うですね。この意味は、自分は何もしないで他人の働きで利益を得ることです。このことわざの意味を知っていましたか。4問目です。括弧に当てはまる言葉は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は敵でした。昨日の敵は今日の友ということわざです。よく耳にしたことがあるのではないでしょうか。これは、昨日は敵同士でも今日は友達の関係になることがあるように、人間関係が移ろいやすいものであることを言う例えです。逆に昨日の友は今日の敵とも言いますね。それでは次に行きましょう。5問目です。括弧に当てはまる言葉は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は滝でした。恋の滝登りということわざです。このことわざを知っていますか。
この意味は目覚ましく出世することの例えです。これは中国の黄河上流にある龍門の滝と呼ばれる急流を登りきれた鯉は龍になるという伝説に基づいていますよ。社会人になれば誰でも一度は社会で出世するチャンスがありますね。4月から新社会人になられた方も果敢に挑戦して鯉の滝登りをしてほしいです。6問目です。括弧に当てはまる言葉は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解は清水でした。清水の舞台から飛び降りるということわざです。このことわざは思い切って大きな決断をすることの例えです。京都市にある清水寺には高い崖に作られた舞台があり、その崖から飛び降り無事であれば願いが叶うという信仰が生まれました。実際に無病息災などを願い身を投げるものが絶えなかったそうです。その高さは13メートルもあり、相当な覚悟を持たなければできないことであるため、転じて思い切って大きな決断をすることを言いますよ。ことわざの意味を知ると面白いですね。7問目です。括弧に当てはまる言葉は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解は地獄でした。聞いて極楽、見て地獄ということわざです。この意味は人から聞いた話と実際に見るのでは大きな違いがあるということです。江戸時代に農村の娘に綺麗な着物と美味しいご飯が食べられる極楽な場所があるといい、実際に連れて行かれた場所が地獄のような生活だったという話から転じてきているそうですよ。実際に聞いた話と全然違っていたなんてことよくありますよね。8問目です。括弧に当てはまる言葉は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解は子でした。寝た子を起こすということわざです。この意味はせっかく寝ついた子を起こして泣かすことから、収まっている物事に無用の手出しをして再び厄介な問題を引き起こすことの例えです。赤ちゃんは泣くのが仕事ですが、ずっと泣いていると疲れないか心配になってきてしまいます。それでは次に行きましょう。9問目です。括弧に当てはまる言葉は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解は埃でした。叩けば埃が出るということわざです。この意味はどんなことでも細かく調べれば欠点や弱点が一つや二つ出てくるという例えです。埃は目には見えませんが
叩けば出てくることから、表面上はうまく取り繕っていてもよく調べると不正が出てくるということですよ。この意味を知っていましたか？それでは最後の問題です。括弧に当てはまる言葉は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解は蛇でした。蛇の道は蛇ということわざです。この意味は、同類のことは同類がよく知っているということです。その道の人間がその社会のことによく精通しているという例えですよ。蛇とは蛇よりも大きなオロチや大蛇のことを言いますよ。正解することができましたか？ご視聴ありがとうございました。知のタネのホームページでは、動画で配信した問題をノートレプリントとして無料でダウンロードできますので、ぜひご活用くださいね。コメントと高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。